これ素敵とか喜んでもらえるのが本当に一番ですね。晩ご飯でもいいです、朝食でもいいですし、具体だけでちょっと使いづらいのかもしれないですけど、でも日常に浸透して使っていただければその違和感なく使えると思うものなので使っていただきたいです。一からハンドメイドで作るっていうことを、それだけあってすごくやっぱり見る人が見るとすごいこれ凝った作りだなとか分かってもらえると思うんです。使ってもらってるっていうのがでも一番嬉しいですね。例えばビール飲むんですけど、こう1日の終わりとかに使ってもらったりとかするとちょっと嬉しいかなっていう、楽しんでもらえればそれでいいかな、なんか難しく考えずに、なんかあいいなって、なんかその日その日のこう喜びじゃないですけどになってもらえればなと思っていつも作ってるんですけど、花爪と言いまして、花を詰めて、いく作業なんですけど、絵柄がこういろんな花がありまして、ボタンだったりいろんなそこの四季折々の花を、このお茶碗の中に描いていって作業をしております。それぞれのバランスを考えながら、色のバランスもありますし配置だったりもありますんで、そういうところも大切ですし、一回焼いた上に金も描いていくんで、金を変えてくる作業も大変です。その伝統的な昔からのものをよく見るようにしてて、その中で普通じゃ考えれないところに例えば赤色が入ってたり紺色が入ってたりするんですけれども、そういうの結構勉強しながら配色っていうのは決めていってます。はい、同じ九谷焼という、その焼き物のジャンルの中でも本当に まず使える絵の具の色鮮やかさっていうのが他の産地と比べても相当なものですし、あとは赤絵彩描であったり有利金彩であったり、本当にこう華美なものを作るということにすごく力を入れて、さまざまな美術的にもすごく価値の高いものが作られるようになってきたというところが魅力かなというふうに思ってます。伝統もありますけども、その伝統に沿って今の現代の新しいものがだいぶ作れるので、もうとても魅力的だと思います。だから未来はもう明るいとは思ってます。作品に関しては僕はもう本当に伝統的な技法なんですけれども、線を描いて色を塗るってもう単純なもんなんですけれども、一番多分難しいことをやってるんだろう。形も自分で作りますし、で、九谷焼っていうのはもともと僕の中ではデザイン化されたもの、デフォルメされたものだと思ってて、だからそのまま見たものをそのまま描くんじゃなくて自分の中でいっぱい消化して作っていくっていうのが自分のスタイルといいますか、レベルのやっぱり高いものを作って晩年の人に受けるような感覚とか、そういうのって多分一番お茶碗はこうそれが大切だと思ってまして、やっぱりその総合的なレベルの高いいいものは作りたいな、クリエイターとしては目指してる。そうですね、伝統的な技法もそうですし絵柄もそうなんですけど、それをこうどういかにこう、現代に入れていくかっていうのをすごい今考えて、形とかも今作り出したりしてます。はい、一人じゃとてもじゃないけどできないので、やっぱりいろんな話し合いしながらとか相談しながら、物も作りながら、あといろんなことも、加味しながら作っていくことが大使釜なので、それがやっぱり重要なところですね。目標にしているのは作り手集団に していきたいです。きちっとした技術をちゃんと使えるこう集団を作っていきたい、それが職人と作家のこうなんていうかな、間でこ うまくできるようなクオリティの高いものを
ある程度の価格帯で出せるような集団というかな。一つ一つ全て手作業でやってるだけあって、もうこれ凝ってるね、作った人頑張ったよねこれとか、なんかそういうのが伝わってくるようなものになってたら嬉しいかなと思います。工場とか機械っていうものがこれだけ発達してても、なんか本当に人間ってゼロからこういうものを完成させられる、作り出せるんだ、全部ハンドメイドでみたいな、なんかそういうところの凄さと、なんかそれに価値を見出してかっこいいなとか綺麗だなっていうふうに思ってくれる人がいたら、ぜひ手に取って日用品として並べて使ってほしいなというふうに思います。